中共ののの外国人ジャーナリストへの抑圧は悪化の一途をたどっています。BBC によると、BBC のジョン・サドワース北京特派員は、中共当局からの圧力や脅しを受けたため、台湾に転出しました。BBC の特派員、サドワース氏は、中国駐在歴9年のベテランジャーナリストで、中共当局から迫害を受けている人権弁護士や、 新疆ウイグル自治区における人権侵害について多く報道してきました。しかし取材チームがどこに行っても当局から監視され法的措置を取ると脅されたといいます。中共当局が BBC の中国での放送を禁止にするなど中英関係も日に日に悪化しているためサドワ氏は中国滞在が困難になってきたと判断しました。そして北京を離れる際も 私服警官が空港のチェックインエリアままで尾行していいいたといます BBC は声明を発表し、サドワーズ氏の報道を誇りに思うと叩いた上、報道は中共の世界に知られたくない真相を暴露したと指摘しています。一方、中共外交部のカシュンエイ報道官は、記者会見で我々はサドワーズ氏の記者証を更新しようとしたときに、 彼が何も知らせずに離れたことを知った。関連部門に何も知らせなかったと述べました。NTT ジャパンがお伝えしました。